汗かいてもねベタベタしづらいですし、備品が少ないんですよ。 T シャツスタイルだけじゃなくて、わりかしね、まあ何でもいけるっちゃいけるんですよ。とにかく生地は薄めなんですよ。実はこれね、はい、本日ですねこちらノースフェイスから新作で夏の紙パンツの予感がするロングパンツ出てましたんで、ご紹介していきたいなと思います。そろそろ皆さん短パン飽きてきたでしょ。短パン毎日ばっかりだったら嫌やな、じゃ夏に履けるロングパンツないんかな、ありやないかい、これで知らん前に出てたやないかいということで、これ見ていただきたいんですけども、見るからに見てめちゃくちゃ軽いんですよ。で肌触り感というか生地感後でもお伝えはするんですけども、ナイロン100やのにすごいこうドライな感じというか、ちょっとコットンライクなような感じで、以前僕がこの動画でも紹介したみたいにバーサタイルパンツっていうのが夏めっちゃいいんですよって言ってる、それのさらに薄いバージョンが出ました。これ正式名称カルカパンツって言いますけども、もう早速履いていきますね。今回僕身長が178センチ、体重65キロで L サイズを着用していきます。これこんな感じなんですよ。どうです、ちょっとゆったりした大人のイージーパンツとして使えそうじゃないですか。でね、これ先にお値段今日言います。お値段でなんと8800円でございます。安っ。バーサタイルパンツが確か1万なんぼやって、アルパインライトパンツは1万5000円ぐらいする。まあノースフェイスやったら1万超えるか、1万円切るんかいっていう、これ8000円なんかいって、なんやったらバーサタイルショーツと値段あんま変わらないんですよ。それちょっと話変わってくるやん、ちょっと聞かせてって話じゃないですか。夏のシャツではこんな感じ、まあパンツに T シャツでこうちょっとゆったりめなスタイルでいくっていうのも全然 OK やし、ちょっと秋口になってきたよと、ちょっと上羽織るもん欲しいよなんて言った時に、はいと、まあこんな感じでね、秋口になったらこういうスタイルもできる。ただ最初も言ったみたいに生地が結構薄めなんですよ。なので見た目的には全然秋でもいけると思うんですけど、ちょっと肌寒くなったりするともう履けなくなっちゃうと思うので、まあ、この格好はギリいけるかなっていうような感じですね。でマウンテンパーカー以外にもアークテリクスの場合でももちろんご安心くださいませ。よくなんかブランドの統一感がないのって嫌じゃないですか、上がノースフェイス下が違うブランドって嫌じゃないですかって聞かれることよくありますけど、僕全くそんなこと気にしておりません。だからこれで雰囲気がそれが合ってればもうそれでいいんですよ。これ上アークテリクスですよ、下ノースフェイスですよ、ちょっとアウトドアブランドガッチャンコしてません、誰も見てない、そんなこと。僕のこれ見て違和感感じます？感じないですよね。あ、タクゾがまためちゃくちゃ喋りながらやってるわぐらいにしか思わへんじゃないですか。だからこれはこれでいけるんですよ。だからちょっと夏の終わりとかでなんか朝晩寒くねって、なんか最近朝晩寒くなってきましたよねっていう時なんかはこういう感じで、日中とかになったら暑いからちょっとこれ上脱ごうか言うて脱いで、まあこんな感じでちょっと持っといてあげたら、これはこれでいい感じじゃないかなと思います。まあこれで上着パーって取ってあげて、まあこんな感じでね持っといてあげたら、まあそれはそれでちょっとまあおしゃれな雰囲気あるじゃないですか。でなんでこのパンツこんな相性いいのっていう話なんやけども、このパンツが相性いい話もしたいんやけど、ちょっと待ってください。次デニムのジャケットも着ていきますね。こういうちょっとなんていうの、アウトドアっぽい感じだけじゃなくて、別にこういうカジュアルでミックスするのも全然いけるっちゃいけるじゃないですか。全然っていうのはだいぶ力入っちゃったけども、まあ、いけると思うので、まあ、こういう感じで行くのもありかなと思いますし、ちょっとイオンモールとかでこんなんどう？イオンモールに嫁さんのザラの買い物一緒に行って、まあ、また長いこと見てるわと思って、まあ子供と一緒にね、なお母ちゃん見てるからこっちおいでって言って一緒に遊びながら待ってて、お母ちゃん帰ってきて、青と白どっちがいいと思う？まあ白の方がいいんちゃう？なんで白っていうん？っていう、どっち正解がわからない二択をたまに投げられてすると思うんですけど、まあ、その後これをこうやって頭にかけながらカルディに行って無料でコーヒーをもらうっていうね、このスタイルできたらもうイオンモールを制するんですよ。その地元のイオンモールの中では、あれあのお父ちゃんちょっとちゃうやないかいと、ちょっとイケオジになってるやないかいっていう風になるじゃないですか。でこんな感じでね見てもらった通り、結構まあ夏場とかだけじゃなくて、この T シャツスタイルだけじゃなくて、わりかしねまあ何でもいけるっちゃいけるんですよ。で元々がこれ、まあ、ワイドめにこう作ってられてるのはわかるじゃないですか。で街用として作ったっていうよりかは、どっちかって言ったらキャンプとか登山とかのリラックスタイムに履くようとして作られてるんですよ。だから少しゆったりめに作られてるっていう感じで、そのためにこう1枚で履けるように、こう地肌で履いたりしても、なんかナイロンのやつってこうなんかテカテカしてベタベタする時ってあるじゃないですか。ひっついてきてこう肌地肌にひっついて嫌な時ってあるけど、こういうコットンっぽい感じの生地感にすることで1枚で履けますし、でそれでいて生地がこうドライ感があるから汗かいてもねベタベタしづらいですし、あと備品が少ないんですよ。バーサタイルパンツの場合ってここにファスナーついてるんですね。でそれはいい時もあります。あのチャリンコとか乗ってる時めちゃくちゃいいから物落ちひんねんけども、そういう時ってこういう風にファスナーついてたりしたら、こうよっこいしょって座った時とかにファスナーがケツに当たってなんかずっと痛い時あるじゃないですか。ね、これケツの画鋲でもあるんかっていうぐらい痛い時あると思うんですけど、そういうのがこうファスナーとかがこことかにないので、ゴロ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 してもねなんか当たったりとかしないんですよ。でそういうのも考えられてるから、これ街中でもいいんやけど、ちょっとくつろぐ時とか、ちょっとカフェとか行ってくつろいだり、あとまあ自宅でもいいんですけど、友達ん家こうやって行ったりとかして、いやー今日も疲れたなーなんて言ってこうやってる時とかでも全然ファスナーとか当たってこへんから、こうスウェット履いてる感覚っていうか、で薄い生地なんでこのスタイルで喋るのやめようか。でそれでいてポケタブルなんで、これ持ち運びできるんですよ。その登山用とかで作られてるから、登山の人ってこんな普段履いてへんけど、ちょっと山小屋で休憩する時だけ履き替えるみたいな。でポケタブルってこれぐらいの大きさになるんですね。これをどうやってやってるんかはちょっと分からへん、分かってる方を分かった教えてください。まあポケットに多分突っ込んでるんですよね。ポケットにくるぐるっと突っ込んだらこれぐらいの大きさになるってことなんで、持ち運びもできる。ただ僕らみたいに登山で使わへんっていう人は持ち運ばないじゃないですか。だからあんまこのポケタブルって僕らにとってメリットないけど、登山
山される方によっては登山でも使えて、こう街中でも使えてめっちゃいいやんっていう人もねいてるんちゃうかなっていうことにはなっておりました。でこれで見た時に、お確かに脱短パンできるじゃん。しかもこれから夏だけじゃなくて、夏がお盆が終わって涼しくなって、秋口でもちょっとまだ長ズボンジーパン暑いなっていう時なんかはもうこれでいっちゃってもねいいんかなと思うんです。だからむしろこれからもまた活躍できるっていうようなパンツになってて、でまあこれもまた来年になったらどうせ値段も上がってくるかもしれないので、ノースフェイスは比較的そんな上がらへんけど、もう他のブランドは全部上がってくるから、まあもう値段上がったかもしれんけど、もう先に今年買っとこうかっていうのもねありなんじゃないかなとは思うんですが、デメリットもあります。で何がちょっと微妙なんかっていうと、僕個人的に思うところっていうのはまず一つ目、これは何かっていうと、映像で見てる感じってすごいバンズなんかとも相性が良くていいかなと思うんですけど、実はこれねブラックじゃないんですよ。でブラックがないんですよこのパンツは。でこれ何履いてんのっていうとグレーなんですよね。でグレーでまあ言うたら濃いグレーっていう感じかな。このバンズの色味と比べてもらったら分かるかもしれないですけど、バンズが真っ黒でこのパンツはちょっとグレーがかってるっていう感じなんで、まあ、これかあとベージュとかあとなんか柄物になるんですけど、ちょっと色の選択肢が定番どころが置いてない。普通のお先生大体黒とネイビーはもうマストで置いてるんですよ。でもっと言うとカーキミリタリーっぽい色味も置いてて、そんなめっちゃ相性良さそうやんと思うんやけど、カラー展開が少し微妙っていうところが僕個人的に思ったところです。でそれ以外あのレビューとか見てたら他の方どう思ってるのかなと思ったら、まあ僕とかはナイロン100って聞いてる時点で、あ伸縮性ないなとかっていうのはすぐ思うんですけど、普通は分からへんじゃないですか。だからレビュー見てたら伸縮性ない、だから伸びません、こうやって足広げようと思ってもこれ以上伸びませんっていう方がいてて、あなるほど確かにそういう意見もあるなと思ったんで、ストレッチが効くパンツを普段から履いてある方はもしかしたらワンサイズ上行ってもいいかもしれないですね。僕とかやったら普段 L とかなんですけど、 XL まで上げちゃった方が、今実際 L でねこれ以上はまた開かないんですよ。もうここで突っ張ってるパツパツ状態で、これ以上行ったら多分ビリビリって、もう生地自体も薄いから破れる可能性があるんですけど、もうちょっとこうゆったり履きたいとか、まあ、風通しよく履きたいっていうのであれば1個上履くっていうのも、まあ、全然ありちゃうかなと思います。でそれ以外で言うと、やっぱこの見てる感じが長いパンツやから生地感結構がっしりしてるんかなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、とにかく生地は薄めなんですよ。でもともとそういう用途で作ってるし、持ち運びとかできるようにっていうのに作ってるからめちゃくちゃ薄いんですね。でもどれぐらいの薄さかっていうと、もう10月とかなって北風がシュッて吹いた瞬間、もうこれはもう全部鳥肌立ちます。もう足の裏から何からここまで全部鳥肌寒いボテルぐらい寒いので、ほんまに9月までかなっていうような生地感やと思っておいていただけたら、ね、いいんじゃないかなと思うんですけども、まあおすすめの方は何がおすすめかっていうと、僕個人的にはね、まあ、短パンに飽きたよと、で短パンに飽きたけどどういうロングパンツ履こうかなと思ってる人って結構パタゴニアとか他のまあアークテリクスとかもロングパンツってあるんですけど、ノースフェイスのねロングパンツのすごいとこっていうのはシルエットめっちゃ綺麗なんですよ。でそれ僕いつも持ってて、例えばアルパインライトパンツなんかもあれはもう神のシルエットができてて、もうストレッチも効いてますからジャストサイズ履くのがいいんですけど、まあ、そんなんがあったり、夏の神パンツで言うとイージーパンツやあのバーサタイルパンツもね良かったりするっていうことで、あれも1個サイズ上げた方が、伸びひんから上げた方が良かったり、でこれも同じようにもう1個上げても全然いいかなと。でも、まあ、僕多分これ履くとしたら街中で履くので、まあ、そんなに、まあ、僕は気にはなってないけど、例えばチャリンコ乗るとかやったらこれ以上足上がらないんですよ。だからチャリンコ乗る時とかにガッて引っかかったりするので、まあ、チャリンコ乗る人もワンサイズ上がいいかなと思うんですけど、まあ、とにかくシルエットが綺麗なんでサイズを上げてもちょっと裾気になるよっていう方もいらっしゃるじゃないですか。ちょっとまあ皆さんが皆さん足が長いわけじゃなくて、ちょっと短めの方というかね、ショートスタイルの足の長さをお持ちの方もいらっしゃるので、まあ、ショートスタイルの方とかだったら、いやこれダボダボなるというか引きずるんちゃうって思う人なんかは、ここのね裾のところにこのドローコードがあって絞れるんですよ、これキュッて。でこの絞ることによって、まあ、こんな絞り方しないけどもだいぶ余ってたとしたら、ね、僕これ L はもうジャストやからちょっと足りてないぐらいなんやけども、 XL とかやったらもうダボダボなんて床するってなった時はここでキュッてこう締めてあげたら靴より下に落ちないようになるので、僕ショートレングスでやらせてもらってるって方なんかはね、サイズを上げてギュッて締めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあもともとこれワイドに履くように作られてるので、そんなに別に上げたってそんな変じゃないかなと思うんですけど、たまにストレートのパンツやのにわざとサイズ上げてるのってあれむちゃくちゃになってるじゃないですか。まあ T シャツもそう、ジャストで着る T シャツのサイズやのにわざとサイズ上げて着るともうむちゃくちゃなって丈めっちゃ長なったりするじゃないですか。だからまあゆったりしたサイズは別にまあサイズ上げてもそんなに変わらへんと思うんですけど、ジャストで着るやつはやっぱジャストで着た方がいいと思うし、まあこういうパンツなんかは別にゆったり履くようやと思うので、まあ、ゆったり履けるんじゃないかなと思います。で生地感的にも、まあ、ほんまに旅行とかにも持っていけるし、特に性能にこだわることはないんやけど、この作った人の思いは伝わりますよね。あ、ほんまにこうゆったりしてほしい時に履くパンツなんやと。そのためにファスナーとか全部余計なものはなくしてます。さあ横になってゴロリとしてください、そしてこのままバンズを履いて出かけてくださいと言わんばかりのねパンツになってるんじゃないかなということで、本日はですねノースフェイスのカルガパンツというのを紹介させていただきました。一応下にリンクも貼ってますので、気になる方見てみていただければなということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。